Okay guys, welcome to Oshinoko episode 3 reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions ahead of YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description, so don't hesitate and check that link. And yeah, let's go and watch it. Okay, never mind, we'll just skip it. うちの妹が芸能が受けて心配だからここ受けただけ。はあ？うちの兄シスコンなの。シスコンプレックス。仲良くしましょう、ロリ先輩。ロリ先輩。じゃあ俺監督のところ寄るから。うん、ちょっと。ねえ、ねえって。どこ行くの？ 監督って誰のこと聞いてる？ねえってば。あんたどこ中？ヤンキー女子。いつまで。She looks so cute. Damn. But she hasn't changed at all. Unlike Aqua. まだ役者やってるんだよね。いや、もうやってない。そうなんだ。そういうわけだから。 ちょっと話しようよ。あ、ね、これからカラオケとか行かない？行かない。カラオケ。じゃあ私の家とか？距離の詰め方やばくない？So she has a crush on him, right? Like she loves him. おお、有馬かな。見ないうちでかくなったな、おい。仕事はしてますよ。子役時代に比べたらあれですけど。 まあ、ゆっくりしてけよ。ねえ、アクは。役者やってないなら、なんで監督のとこ出入りしてるの？本当は演技教わってるんじゃないの？まあ、一通りは仕込まれたけど、今は裏方志望で監督の助手やってる感じ。そうなんだ。でも嬉しい。まだこの業界にいたんだね。おかわりいるかい？あ、大丈夫です。 Oh, I love this woman. お前相変わらず大人に対する敬意がねえガキだな。ご飯もいつもUberだよりだし。おお、じゃあ金かかるだろう。Yeah. Ordering every single day. <笑>子役時代の稼ぎで飛行道あるから。クソ憎たらしいな。みたいならこいつ口説いて芝居やらせることだ。へえ、そう来る？やんねえよ。今ね、私がヒロインやってる作品あるんだけど、まだ役者決まってない役あるんだ。 He just doesn't want to do it. He wants to take the easy way. <笑>少女漫画が原作のドラマ。興味ある？だから俺はもう演技はやらないって言ってるだろう。掛け合ったら案外するっと決まっちゃうかもよ。Pの冠城さんには可愛がられてるから私。冠城さん？フルネームは冠城雅也。 そうだけど。 Who's that? Is that his father? 携帯電話は3台ある。そのうち仕事用とプライベート用の2台にはメンバーや事務所社員のログしか残ってなかった。もう1台の携帯。これは愛が妊娠以前に使っていたものだ。何世代も前の方でダメになってたバッテリーの代わりを探すのは骨が折れたが。 パスワード突破の手間に比べたら比較にならなかった。間違えると30秒間操作できなくなり、何桁のパスワードかもわからない。戦闘リ試すのに1ヶ月。毎日、毎日。I mean, if you like put the wrong password in like 3 times, then you have like bigger cooldown. Like it's not 30 seconds anymore, but like 5 minutes. And if you put wrong
password again, then it adds up to like one day and so on. So I don't think it would be possible, but it might be older model that could do it. 4 long years. Masaya Kaburagi. Kaburagi Masaya. Nah, you have to join now. No! 演技強い強いのかなちゃんがそこまで押すんならいいよ呼びな。はい、じゃあよろしく。え、アクアドラマ出るの？なんで言うんだよ。だってあなた自分からは言わないでしょ。所属タレントの広報活動は事務所の仕事よ。ママ言ってたもんね。私は将来アイドルで、アクアは将来役者さんかなって。No, don't remind me of that, please. 忘れてなかったんだね。愛と生前交流のあったプロデューサーと接触し、毛根の一つでも回収できればそれでいい。愛の願いを叶えるためとか、役者への憧れとか、そんな高尚な考えは持っていない。なんて作品に出るの？今日は甘口でって作品。少女漫画原作ね。最近できたネットテレビ局制作のドラマで、全6話中もう3話まで放送済み。メインの役者も新人が多いし、ための作品、ワンスターレビュー。アクアの出番は最終話に出てくる悪役みたいよ。向いてるじゃん。 Okay, yeah, he has the perfect role for it. 人間は嫌い。だってみんな自分のことしか考えてないから。あ、ロリ先輩。お前さ、そんな顔してて楽しいな。なんのよ。まつに、なんだ、笑えば可愛いじゃん。何よ、からかわないで。His acting is so bad. おい、お前、俺の女に手を出すな。喧嘩はやめて。今日だってこんな作品だっけ。概ねこんな感じじゃなかったかしら。できるだけ多くの役者を使いたい制作側の事情ね。展開もさ、こんなんじゃなかったよね。原作14巻分をハンクールで収めるとなると、どうしても物語をカットする部分が出てくる。なんていうかひどいね。ストレートに言い過ぎよ。うっさいわね。そんなこと言ってたの？死ねよあいつ。相変わらず口悪いカラオケ。名誉のために言わせて。今回のドラマはこれから売りたいモデルをとにかくいっぱい出して、イケメン好きな女性層にリーチする企画なのよ。演技力は二の次だけど、それじゃあ作品が破綻する。だからこそ演技が売りの私をヒロインに起用してるってわけ。それにしてはお前の演技ぬるくね。抑えてるに決まってるでしょ。周りの役者は揃いも揃って大根役者ばっかり。私だって全力で演技したいわよ。誰が楽しくてわざわざ下手な演技をするっていうの？ It might kind of ruin your career. うまい演技といい作品作りは別。確かにこの作品は企画からして売り手の都合が前に出すぎてる。作品として面白くなりようがないわ。1話の撮影で原作者の先生が現場に来た時、あの失望した顔はきつかったわ。Damn. でも役者や裏方さん個人個人は精一杯やってて、見てくれる人や原作ファンのために少しでもいい作品にしたい。せめて見れる作品にする。自分の役者としての評価をさ。ね、役者に大事なのってコミュ力よ。昔の私は自分の演技をひけらかして、確かに売れてたけど他人をないがしろにしてた。だから旬が過ぎればあっという間に仕事がなくなった。差し詰め今の私は画を通さず作品の品質貢献に努める使いやすい役者。カブラギ P も付き合いが長くてね、今回も私がその辺わきまえてるから起用してくれたんだよ。
いつの間にか協調性なんか持つようになっちゃって。私は。He's actually smiling. Damn. というわけで、撮影は明日、来週オンエアだから。撮影後、即編集、即納品、本読みすっ飛ばして、即リハ、即撮影だからよろ。スケジュールも終わってんな。あんたの役の子がごねて降りてリスケになって大変だったの。あんまり美味しい役じゃないから。だからこそ、あんたをねじ込めたんだけど。コネで役取って本読みも飛ばし、またこのパターンか。ガキの頃同じことした俺に散々言ってくれたよな。懐かしいわね。懐かしい。今度は私がやる側になるとはね。でも今なら監督の気持ちもわかる。アクアを誘った理由はもう分かってくれたよね。誰にボロクソ言われようとも大根と言われてもいい。お願い、私と一緒にいい作品を作って。あんたとならできると思うの。ダメな企画に演技のできない役者陣だけど、話を聞いてから改めて見ると脚本と演出は役者に合わせているのがわかる。ダメな演技でも見れる作品にするテクがそこらで使われてることに気づく。そしてヒロインはバリバリの実力派。なんかやりようはありそうだな。I love that star in his eye. このロケ地は1日しか確保できなかったらしいから、ドライからランスルーは全部ひとまとめでリハーサル扱い。練習は1回きりよ。雑だな。うちの監督でももうちょい丁寧だぞ。今日雨やばない？撮影延期にしてほしかったわ。ちょっと雨漏りしてるところあるみたいだけど、平気よ。湿気あるとさ、髪広がるんだよね。なんかここジメジメしてて不快だし。 But it really adds up to the atmosphere, like... 紹介するね。こっちの人は今日のストーカー役の。アクアです。よろしくお願いします。なあ。態度悪くね。名前も聞けてないんだけど。主演のナルシマメルトよ。まあ、向こうも若いから、トントン拍子に売れてる子にはよくあること。って言ってた自分にダメージが来るわね。Damn.Okay, now is that his father? はじめまして。いちごプロ所属のアクアと申します。 Nah, I don't think so. 本日はよろしくお願いします。That would be way too easy. カブラギマサヤ、星の愛と何らかの関係があった男。俺とルビーの血縁上の父親で、愛の死に関わったかもしれない男。隙を見て DNA 鑑定に回せるものを回収しないとな。I think that if you want to do the DNA test, then you have to have like 5 strands of hair. You can't just do one. 俺の役はヒロインにつきまとうストーカーの役。何の因果だろうな。No way. したストーカーを俺が演じることになるんだから。She's mesmerized by his acting. 普通に演技できてるじゃん。何が裏方志望よ。こんなの練習すれば誰にでもできる。他人の邪魔をしない程度に下手じゃないだけで、俺自身に何の魅力もない。あの日、有馬かなが見た俺の演技は、あくまで年齢と中身のギャップが引き起こした異質感だ。精神年齢に肉体が追いついた今となっては、俺はどこにでもいるただの役者。なんかすごい演技を求めてたなら悪いな。アクアの演技、ずっと努力してきた人の演技って感じがして私は好き。細かいテクが親切で丁寧っていうか、自分のエゴを殺して物語に寄り添ってるっていうか。もしかしてそれは普通の人には分からなくて、長く役者やってる私たち以外にはどうでもいいことなのかもしれないけど。変に気を使うなよ。使うわよ。一応これでも座長だし、主演級の仕事なんて私にとっては10年ぶりの大仕事だから、そりゃ頑張るし。確かに最近見ないし、まだ役者続けてたのかって思ったけど。
ネットでは終わった人扱いされて。She was cuter back then. Okay. It's kind of sus to say about child. 何度も引退って言葉が頭をよぎって。だけど、こうやって実力が評価される時期が来たのよ。本当に続けてきてよかったって思った。こんな前も後ろも真っ暗な世界で一緒にもがいてたやつがいたんだって分かって。それだけで十分。鳥の再会まだ？メルト、この後雑誌の撮影入ってるんだけど。もうすぐです。キャスト陣は有馬さんがなだめてくれてるので。カナちゃんね、使い勝手楽でいいよね。But 誰にでもいい感じに尻尾振ってくれるから、雑に据えとくにはちょうどいい。有馬カナっていう名前は一応世間に浸透してるし、事務所抜けてフリーになって。ギャラもただ同然でネームバリュー使えるんだから得したよ。Bro. このドラマはあくまで潜在演技力なんて求められてないのに、そこだけは分かってないみたいだけど。こうやって実力が評価される時期が来たのよ。評価なんてされてねえじゃん。サレバ。Yeah, it's called Saliva. That you could do. 適切な評価なんて与えられる方が稀だ。Okay, he has the DNA. せっかくだからめちゃくちゃやって帰るか。No! Oh my God! No, I wanted to see that.Oh my god, I love this song. Damn. Okay, that was it, guys. I hope you liked my reaction. And if you did, then don't forget to press that like button because every single like helps and every single like counts, even yours. And yeah, don't forget to subscribe to my channel. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions ahead of YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And see you guys next time.またね。